アディ・アンドレ、1877年11月22日から1919年1月27日は、ハンガリーの詩人。20世紀ハンガリー文学だけでなく、ハンガリー文学全体を通して、最も重要な詩人の一人である。ハンガリーのボードレールと称される。トランシルバニア地方のエールミンセント、アーミンドセントにて、貧しい貴族の子として生まれた。二人兄弟の長男である。エールミンセントは現在、ルーマニアのサトゥマーレ県のアディ・エンドレという名前の村になっており、ハンガリーではアディバルバ、アディの村と呼ばれている。ジラ、現在のルーマニア、サラージュ県のザラウのプロテスタント学校を卒業し、デブレツェンで法律を学ぶ。学業を終えた後に、ジャーナリストとなり、1899年に第一、詩集、バースクを出版する。しかし、間もなく、デブレツェンにうんざりしてしまったアディは、文化的に豊かな生活を求めて、ナジバーラド、現在のオラデアに移った。後に、デブレツェンは、彼の詩における、後進性の象徴として扱われることとなる。ナジバーラドで、ジャーナリストとして働き、同行の詩と付き合うことは、彼の視野を広げることとなった。1903年には第2詩集を出したが、依然として無名に近い存在だった。しかし、1903年の8月に D.C. イガル、B.R.L.L. という一人の女性と出会ったことで、彼に重大な転機が訪れる。パリに住み、たまたまナジバーラドの実家を訪れていた彼女は、裕福で、そうして、既婚者であった。アディは、自らの詩の中で彼女をそう呼んだは、彼のムーサ、詩の女神となった。彼女への愛、そして、パリへの随行が、彼の才能を開花させるきっかけとなったのである。パリへの訪問は1904年から1911年の間で7回にも及び、1年間にもわたる、最初の訪問の後には、ブダペシュト日報、ブーデペストナップロへ就職し、500を超す記事と、多数の詩を発表した。また、政治にも興味を持つようになり、20世紀、ハサーディクサザドという急進主義的な団体に所属した。そして1906年、第3詩集、新詩集、J. バースクが出版される。この詩集は、文学史上の画期的な業績であり、ハンガリー近代史のあけぼのであった。ただ、真の成功と批評家からの称賛をもたらしてくれたのは、第4詩集、詩と金、VRS アーニーであった。1906年、時の首相が退陣させられると、勤めていたブダペシュト日報がその政権を支持していたことを理由に、アディはこの国を離れることを決意、再びパリへと向かった。1907年には、ブダペシュト日報を退職。1908年、文芸誌、ニガート、ハンガリー語で、西の意が創刊され、創刊号に、アディの詩と評論が掲載された。これ以降、彼はこの雑誌に心血を注ぎ、1912年以降は、編集にも加わった。また、1908年には、ナジバーラドにおいて、文学サークル、ホルナップ、ハンガリー語で、アスノイを設立し、アディのほか、バビッツミハイ、ユハースグラ、バラージュベーラなどの詩を収録した一冊のアンソロジーを、このサークルより出版した。しかしこのアンソロジーは世間に理解されず、非難にさらされることとなる。多くの人々がこのアンソロジーに含まれた詩編の官能性を攻撃し、アディに関しては、文化的に豊かな生活へ憧れながら、現実には、ハンガリーの田舎臭い厳しい農民世界に生きているという対比を強調させた詩が愛国心を書いているとして批判された。この頃アディは自分の人気に便乗しようとするような詩人たちと一緒くたに語られるのを嫌い、アディの作った流行を後追いしようとする連中を嘲笑したThe duk-duk affairという小編を書いた。ニュガとは間違いなくハンガリー文学史において最も重要な雑誌である。そして、アディは単に編集者というだけでなく、雑誌のシンボルでもあった。しかし、ニュガとは政治問題を扱う雑誌ではなかったので、そのことに飽き足らないアディは新聞など、他の媒体にも寄稿し、当時の政治状況を厳しく批判した。アディは政権政党が振りかざすナショナリズムを嫌っていたが、同時に社会民主党のアンチナショナリズムもまた非難した。なぜならば彼は先進国に対するハンガリーの後進性は十分に知りながら、同時にまた他の西洋諸国が犯している過ちについても明確に理解していたからである。快楽主義的な生活によって体調を崩したアディは1909年頃からたびたび療養所における治療を必要とするようになる。そしてこの頃になると国内の政治は危機的な状況を迎えつつあった。労働者たちによる政府抗議行動が起こるようになってきており、アディは革命が近づいていることを肌で感じた。しかし同時に彼の人生もまた危機的な状況を迎えつつあった。レーダとのジョージが徐々に負担となってきていたのである。アディが有名になるにつれ、二人の関係は変化していき、レーダの担っていた主導的な役割は徐々に失われていった。1912年4月、二人は破局した。1914年、アディは20歳のボンク・ザ・バータと出会う。彼女とは1911年から手紙のやり取りを交わしていた中である。1915年、バータの父親の反対を振り切り、二人は結婚する。アディの詩の中では、バータは、チンスカと呼ばれている。1914年に、フランツ・フェルディナント大公暗殺事件、サラエボ事件が発生。アディにはこの事件が戦争に発展することが分かった。アディの知人は皆戦争に熱狂したが、アディは一人取り残されたように未来への恐れと不安を感じていた。1918年、最後の詩集を発表。最後の詩、ドバスレット・エーグ・ヨゾーネク、勝利への挨拶を書き上げた頃にはすでに末期的な病に侵されており、現代作家の団体である、ベレシュマルティ学会の会長に選出されるも、ついに開会の挨拶を述べることはできなかった。1919年1月27日、ブダペシュトにて死去。1900年代初頭のハンガリーでは、ペテー・フィシャーンドルの民族的なスタイルを受け継ぐ詩が作られるべきだと主張されていたが、ペテー・フィが持っていた情景や考え方、無論、その才能もだがはすでに失われており、かといって、それを新たに発展させるというのも不可能なことであった。このような状況で、アディは伝統を打ち破り、新しい近代的な形式を推し進めた。アディ自身は自分を孤独で進化を認めてもらえない革命児だとみなしたがったにもかかわらず、同世代の詩人のほとんどは彼を支持し、そのうちの多くがアディのスタイルを模倣した。アディの最初の2つの詩集は、未だペテーフィ、バイダ・ヤノーシュ、バイダ・ジョノスといった19世紀詩人の影響下にあり、何ら新しさは認められない。彼独自のスタイルの片鱗が最初に現れてくるのは、詩ではなく、評論文などの散文であった。アディがボードレールとベルレーヌの影響を受けているのは、間違いない。彼はたびたび象徴主義という言葉を用い、詩に繰り返し現れるテーマは神、ハンガリー、生存競争であった。その他のテーマは、彼の人生の特定の期間における現実的な事柄、金、神、生と、死、霊が、チンスカである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。